今日は、マツダがラインナップしているモータースポーツのベース車両、マツダ215MB とロードスターの NRA について、伊藤あずささんと一緒に見ていこうと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。マツダ2の 15MB なんですけど、あのモータースポーツベース車っていうことでなんかちょっと構えなきゃいけないのかなと思ってたんですけど、乗ってみると、まあ、乗り心地もしなやかなんですね。で、あの6速のマニュアルトランスミッションも1速から3速がクロースになってて、どういうことかっていうと加速に振った仕様になってるんですね。だからいつものよりも回し目にこう引っ張ってエンジンの音を楽しみながらこう加速する。でも1速から3速なんでそんなにスピードは出ないんだけど、そうでもなんか自分でスポーツしてるなっていうこう実感が湧いてくるような加速を、すごく短い距離と低い車速で味わえるっていうところがすごく魅力なんですね。だけども4、5、6速っていうのはあのノーマル車と変わらないので、だから高速走ってて巡航したいなっていう時はエンジン回転そんなに高くないんですよ。しあのワントリップを終えて燃費測ってみると燃費すごくいいんですね。だからなんか我慢しなくていいし、あの懐にも優しいし、ただ単純に走りを楽しめるっていう仕様になってるところはすごく乗って感心しました。あの伊藤さんノーマルのロードスターも乗られてって、はい、NRA にを購入されたっていうことなんですけども、実際に使ってみていかがですか？はい、いや思ったよりですね、普通に一般道路で使っても意外と乗り心地もそこまで悪くないですし、はい、なんか友人と2人で旅行に行ったりするんですけれども、荷物もやっぱりトランクスペースはしっかり空いてるので、はい、しっかり入れますし、なんかもちろんサーキットで楽しむことはやってるんですが、日常で使っていても意外と問題なく使えるんだなっていうところが、はい、個人的には一番驚いたところですね。そうなんですね。だから日常使いでなんか我慢しなくてもいい、はい、そうですね、まあ、実際私の車にはロールケージが入っているので、やっぱちょっとサイズが小さい人じゃないと難しいかもしれないんですが、はい、使ってみると思ったよりも普通にも使えちゃうの で、 そ、 うで、ね、はい、それはいい点だと思います。だからサーキットという行動範囲がちょっと広がる感じなんですね。普段使いは変わらないで、まさにそうだと思います、うん、今まで日常乗れてたのがサーキットにも行けちゃうっていう感じが一番こう自分の中では合ってるかなと思います。はい、まさにこの2台はその実際にモータースポーツこれからやってみたいなですとかチャレンジしてみたい方もたくさんいると思うので、それにはぴったりの車だと思いますので、ぜひ皆さんも楽しんでみてはいかがでしょうか。では、ロードスター NRA とマツダ2で実際にレースに出られている方のお話を伺いましょう。堤道弘と言います。年齢は56歳です。マツダ215MB を選んだ理由としては、レースを行う際においてメンテナンス費用がとても安いことが、選定理由です。あとは普段使いにも、とても利用がしやすく、家族4人乗せても十分な、スペースを持っています。今日は1人でレースに参加しますが、横にある機材を全部積み込んできました。この仕様で私はいつもレースに参加しております。はい、本田と申します。まあいろいろ乗ってきた中でやっぱり ND ロードスターが、まあ、非常にバランスが良くてですね、街乗りからサーキットまで非常に乗りやすくて使いやすくて、まあ、これ1台あればどこを走っても、本当に人馬一体のハンドリングを楽しめる車だなというふうに思ってます。でこれ NRA 仕様で、ビルシュタインの足が入っているんですけれども、あの街乗り乗ってもですね非常に乗り心地がよくって、普段の街乗りでも全然あのこの足のままで、まあ、少し車高が低いのでそこだけ気をつければですね、あの全然何もいじることなく街乗りもできます。若い方でもあの所有して楽しめる車になっているんじゃないかなというふうに思います。名前は、伊藤と言います。出てる競技はジムカーナの東北クラスや自分、新潟の県線のクラスとかに出ています。まずジムカーナ始めた当初は同じ ND ロードスターの S グレードに乗ってたんですけど、 NRA の2リッター用部品がついた強化品がついたっていう点に惹かれて NRA に乗り換えました。壊れないっていう安心感はあると思うので競技に集中できるっていう点では NRA に乗り換えてよかったなと思っています。ロードスターのハンドリングの良さと軽さっていう点では上のクラスに迫るタイムが出せるっていう点では本当にいい車だと思います。